どうも皆様こんにちは、グリードです。今日話す内容はね、正直僕あまり触れたくなかったというか、今までも触れてこなかったんですけども、まあ僕も近々大会出ますし、で視聴者の方もこの話題についてね触れる方が多くなってきたので、まあちょっとこの辺で話していこうかなと思います。今日話すのは COD の競技シーンにおいての GA ですね、ジェントルマンズアグリーメントについてです。競技シーンを今プレイしている方、これからプレイしようと思っている方はぜひね最後まで聞いてほしい内容になってます。競技シーンはプレイしてなくてよくわからないよって方は、まあそんな話もあるんだな程度に聞き流していただいて、背景のね AK47 の動画をぜひね、見てほしいなと思います。さあ、ジェントルマンズアグリーメント、通称 GA とは一体何なのかっていう話なんですけど、これはですね、海外のトッププロが公式ルールに加えて、武器やスコアストリークを禁止にしたものになります。いわゆる暗黙の了解的なものですね。そもそも COD の e スポーツルール CDL ルールはですね、まあ普通のカジュアルモードとは違い、もう武器とかストリークですね、もう制限はかかってる状態なんですよ、まあ、その競技モードとして。で、その中に AK47 も入っています。で、何が禁止、 GA において禁止なのかっていうのを、まあリストとして僕が作って言いたいんですけど、作れないんですよね。で、その理由はちょっと後半に話したいと思います。海外のトッププロがその競技性を担保するために作ったのが GA なので、まあ一見ね、まあ競技性上がるしいいんじゃないのって思う方もいると思うんですが、すごくね、いろんな問題点があります。まず問題一つ目、本来の公式ルールに対して勝手に追加しているルールのため、公式の規定では罰則に当たります。まあ勝手にね、それはプレイヤー間でいろいろ決めてプレイしてたら、それはね罰則に当たりますよ。だけどね、運営サイド、公式サイドもね、取り締まりがね難しいんですよね。まあそれは指摘したとしても、いやプレイヤーからすれば、いや自分の好きなルール使ってるだけなんでみたいな言い逃れが全然できてしまうので、基本的にはもう運営も見て見ぬふりですね。さあ、そして次、これが重要です。今競技シーンでプレイしてる人、これから始めようとしてる人、ぜひねこれ聞いてください。仮に相手に GA を強要した場合、大会では失格になります。まあ当たり前ですよね、公式ルール以外のルールを相手チームに強要したら、それはね罰則になりますよ。なので競技シーン始めたての方、大会に出て相手チームがおい GA 守れよみたいな言い方をしてきたら、それに全く従う必要はありません。海外のねトッププロ同士はまあこの GA のルール下においてプレイしてますけど、まあそのトッププロのプロリーグに入ってないアメリカチームとかでも、正直ね別に GA はね、ま、完全に守ったりはしてません。で、僕たちが実際ね海外大会に行った時は、まあ試合前にこう相手とちょろって話すんですよね。お前らは GA 使うのって、いやうちらはあの公式ルールに則ってやるけどって言ったら、 OK、 じゃあうちらも公式ルールに則って何でも使うわみたいな風なやり取りがあるわけなんですよね。まあ本当そういうやり取りって本当はルール上は多分良くないと思うんですけど、まあ運営はまあ見て見ぬふりというか、まあそんな感じで軽く試合前はやり取りしたりしてます。で、次の問題点、まあ行き過ぎた GA によりゲームの要素が少なくなり多様性を失う危険性があるっていうところなんですけど、まあね、今作の GA ね、もう異常に多すぎるんですよ。やりすぎ問題、ちょっと僕反対ですね、本当に。とにかく武器やらアタッチメントやらストリークなど、どん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 ね、GA に追加されていって、もう、COD、BO、CW である必要がないんですよね。なんかもう、コットフォーのプロモットやってるのか、みたいな。もうみんな同じ武器、みんな同じ装備みたいな状態になってて、正直見てる側も僕面白くないんですよね。で、次の問題点。まあ海外のベテランプロがね、数名がこう設定してるため、まあ彼らが自分に有利になるような設定も正直可能です。まあ AR プレイヤーが SMG のこの武器はちょっとね、OP すぎるからもう GA や GA やみたいなこともできたりするわけなんですよね。で、次、GA でプレイしないと COD e スポーツコミュニティから非難される場合がある。まあこれはね、海外のトッププロとかトップアマチュアの間ではその可能性が非難される可能性があります。だけど他のその、まあ、コミュニティでは別に非難されることはないと思います。で、日本でね、正直そんなことは起きてはならないと思います。あのチームは GA 守んねえからなんてね、そんなこと言うチームはいないと信じてますけど、公式ルール的には別に問題ないですからね。しかも、もちろんそういう強要とか非難とかしたら、もちろん罰則にも、CDL ルールの、罰則にも当たります。そして最後の問題点は、非公式ルールのため、リストなどを作成すると公式大会などに出られない、出場できない場合があります。この GA がこれだけね、話題になってるのに、海外のトッププロ勢がリスト化しないのはこれがあるためですね。CDL のその、ルールブックにも、禁止されているのでリストを作ることはできません。ではどうやって海外の選手、日本のトッププロ選手がその GA で何が禁止されているのか知ってるかっていうと、まあ、海外の交流戦を見るとかで、ツイッターでその海外のその GA 事情の噂とか流れてくるのでそれをチェックするとか、
あと、そのね、この2つを元にリストを作っちゃったりとかしている、その海外の e スポーツのなんか噂とかをまとめてるツイッターアカウントを見るとかですかね。まあ、以上のこのようなね、問題点が多くあります。さあ、なぜね、GA がここまで過激に今作なってるのかっていう話をしたいと思います。で、そもそもね、GA ってね、まあ、昔からありましたよ。BO2 の e スポーツ時代からありました。まあ、BO2 の頃はね、レミントンとか、まあ、セントリーとかが途中で禁止されるようになったんですけど、でも、すごくね、少なかったですよ。その GA に入るものっていうのは。なんですが、近年の GA は本当に多すぎる。本当に多すぎる。まあ、最初に話した通り、トッププロたちがね、決めてるわけなんですけど、まあ、トッププロたちのその意思としては、これ、まあ、昔ね、クリームシックスがね、配信でチロって漏らしちゃったんですけど、まあ、新しいメタに慣れたくないっていう。新しい環境に慣れたくないっていう理由が、まあ、一番にあるみたいです。まあ、正直これはね、僕から言わせてもらえば何言っとんのじゃっていう。完全に自分が有利になるように作っとりやないかいと思ってしまうんですが、もうね、他のゲームはね、こんなの考えられないですからね。でね、もちろんね、その全部のトッププロ選手たちが GA に賛成なわけじゃないんですよ。だけど、ここまで GA がどんどん追加されていくっていうね、理由としては、やっぱりね、海外のトッププロの中でも、発言権が強い人と弱い人がいるんですよ。やっぱ昔からやってるね、人たちはね、発言権がどうしてもやっぱ強いです。あと、その GA 反対派の人たちも従わないといけなくなるような理由として、まあ、ブラックリストに入れられたくないっていうことがありますね。ブラックリストっていうのは、いわゆる交流戦をしてもらえないっていう。またこれドロドロした内容ですね。そう、これあるんですよ、やっぱり。まあ、GA に従わなかったら交流戦してもらえないっていうね、そのトッププロ間でのね、ほにほにゃがあるわけですよね。まあ嫌ですね、これは。まあ今回 GA についてまとめましたが、まあ僕が一番伝えたいこと、特に日本の競技シーンでプレイしている人、これから始めようとしている人に伝えたいこと、まあ GA はね、公式ルールではありませんので、従う必要もありませんし、相手に強要されたらノーと言える権利がもちろんあります。てか、強要したらルール違反です。ダメです。公式ルールじゃないものを強要したらダメです。僕が一番嫌だなって思ってることは、まあ COD スポーツ入りたてのチームに GA を強要してるチームがいることですね。まあ多分いないと信じてますけど、本当にね、GA なんていうものは、まあ世界大会に出ようと思ってるチームだけ気にすればいいと思います。で、強要は初心者チームとかには他の人たちに強要はもちろん絶対にダメですという。というわけでお疲れ様でした。また今回もトーク動画になってしまいましたが、まあ話さなければいけない内容だったと思うので話しました。また話してほしいね、リクエスト等あればぜひコメント欄で教えてください。というわけで、チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。お疲れ様です。